ちょっと皆さん映ってます？もうちょっと待って。そう、私メガネがないんだけど。メガネどこやったっけ？聞こえますか？私今この光景を目の前に起きたから今起きてから1分ぐらいしか経ってないと思う。うん、素晴らしいね、うん、蚊に刺されまくってめっちゃもうすごいですよ。腕がもう私ここで寝てたけど寝るとこないんだもんだって。でも誰もいないですね。誰もいないですね。よいしょ。しかもさ、今さ、ちょうどあの干潮の時間でさ、メガネがないんだよ。あれ？メガネ？メガネないんだよ。ちょっと待って。あったあった。写真に収めとこう、ちゃんと。どっから見るのがいいのかね。通報もないもん、誰もいないもんだってこれ。人が全然いない。まあ、車止まってたけどさ、だ電池が危ないんだよね、ちょっとね。いや体痛いですよ。痛いが痒くてたまらんもんだって。虫に刺されて放題だったもん。耳元でさ、蚊が泣きまくってたけど無視して寝たからさ。近づいてみるか。体操がてら。よっこいしょっと。切羽詰まってないですよ。よいしょ。すごいね、これ。今ちょうど干潮で水がない時間なんですよね。え、アナフィラキシーショックを起こす？あ、本当に？橋食い岩なんて。なんだ、また間違えてるじゃん、私。何これ。濁点が好きなのこれ、みんな。橋食い岩じゃん。もう日昇ったのかな、もう。これはどうなんだろう。ここは串本。私今からさ、あの牛尾岬行きたいんだよね。あの本州最南端の。誰も気づいてね。どの方向から撮ればこう綺麗に撮れるんだろうね、橋食い岩をね。
この朝焼けの感じとさ、松山が1位って何？松山？どこの松山？松山ってなんだ？愛媛か。でもここまでしか近づけないね。近づけても。この辺泥だらけだからさ。ゴルフの松山って人。ゴルフじゃ全然わからんのわし。で、昨日の、夜まではもうこの辺まで水来てたもんね。昨日の夜までは。もうそこに湿ってるし、その辺なんてもう。ちょうど干潮ね。トルコ人の墓参り、なんかね、はし、あの、墓参りというか、なんか、トルコと友好関係にあるらしいね、この町はね。串本の駅前、駅出た瞬間からもうさ、でかでかとさ、トルコ友好の町って書いてあってさ。そんで、なんだっけ、三段壁のところ見たらさ、三段壁のところ行ったら、トルコアイス屋さんがもう常設なんだよね。トルコアイス屋が常設なの。トルコ風呂とかやめてください。だどこにいたかって、そこで寝たんだよ、そこのベンチの上で。でもなんかさ、あそこにさ、なんかみんなテント張ってる人いたわ。テント張ってる人はさ、なんか数人いたね。地面に。わしもテント寝たいわ。もう蚊がすごくて、全然その暑くはなかったんだけども、蚊がやかましくてやかましくてね、たまらんかったね。で、怒ってないけどさ、ただちょっと電池がかなり危ないですね。もう寒くはなかったですね。私はちゃんと昨日ね、さ、昨日の晩にお風呂入ったんですよ。串本のですね、駅近くにあるサンゴの湯っていうね、温泉に使ってですね。あら、いいですね。朝焼けの感じが出てる。向こうの雲がなんか鱗雲っぽいのがいい感じ出してませんか、皆さん。まあ串本ではね、駅前に風呂があるから、しかもね、お盆期間中だけ1時間延長して営業してるんですね。だから私はわざわざですね、駅着いてからすぐ行かずにね、駅前にある中華料理屋で、ね、ラーメン一杯食ってから行ったんですけども、なんかそのラーメンもですね、非常に独特でですね。え？動いてないですか、これ。聞こえます？あれ？動いてないの？月の写真ってどれ？夜の、真夜中に撮ったやつか。だから、わしずっと夜中もここにいたからさ。ずっとここにいるからさ。あ、日の出5時18分だ。もう日の出です、日の出。日の出の瞬間をね、皆さんがね、今にも、今、なんとかして撮ろうとですよね、カメラを構えてらっしゃいますけど、あの辺の方々も。よっこいしょ。中華行くぞもみもみじゃなくて、何だったかね、論破っていう名前のね、論破っていう名前の中華料理屋だったかな。箸食い岩の説明をいたします。箸食い岩の成り立ち。箸食い岩は大昔、地球の割れ目にマグマが湧き上がって固まった後、その場所ごと地表へ押し上がり、風雨にさらされた周囲の岩が崩れて固まったマグマがむき出しになったものです。そびえ立っている部分は岩の隙間に入った1400万年前のマグマ、石英斑岩でできています。どういうこと？地中の割れ目にマグマが湧き上がって固まった。
これ隙間ってこと？これが隙間に湧き上がってとこれととどまって固まってなんか地震等々で隆起してここだけむき出しになっちゃったってそういうやつらしい。むき隆起が好きなんでみんなね、隆起系がみんな好きだよね、うん、そういうの覚えとかないとさ、うん、せっかく来たのにさ意味わかんない、ね、なんでこれが現れてるのかみたいな、そういうのあるからさ、うん、まあ、とにかく日の出の瞬間は皆さんとねお迎えできてよかったと思います。金塊を作る型みたいな、鋳型みたいな、もうそろそろ角度的にこの辺がいいのかな、みんなここに写真撮ってるけど、ここでな絶景スポットなんですか、ここは。え、いいじゃんこんなとこでね、潮岬で迎えるのも、迎えるのもいいかもしれないけどさ、静止画でも俺映すとこもないよ、だってね、どこをどう映せばいいの、他にだって上を中心に映せばいいのか、このなんかギザギザ感が出ればいいのか、奈良と和歌山は和歌山の方がいいですね今のところね、これからあのひどいことが起きない限り。海面はもう少しあった方がいい、むしろ干潮の方がいいんじゃない、むしろ干潮の時間だから来たんだけどね、もうちょっと隣に移動するか、奈良で野宿をしたら鹿に食われる、あの辺とか歩きたいけどね、あ、もう海がそこまで迫っている、やっぱりね、あの海沿いっていうのがね効いてますよね、うん、海沿いでこういうねあの地球のですね歴史を感じる地層や岩のね景勝地があると強いと思いますよ。降りていいのかねこれ、一応なんか落石注意とか書いてあったけど、でも誰も降りてないから降りちゃダメなんじゃない、干潮ってのはしたことないですね、その干潮あの満潮干潮の干潮ですけど、あでもこれ、ま、確かにこれ海あった方が空が景色が映っていいのかな、闇天帝が一時館長の動画を上げてたの知ってますよ、写真で撮るよりもさ映像の方がなんかいいな今、今日の予定はこの後串本駅まで歩いて戻って、そこからあのバスで潮岬に行きます、潮崎に行って
その後は、太陽が出てきた、太陽出てきた、太陽出てきた、あの月、隙間から。太陽見えますか、皆さん。ちょっとこれ、画質上げますわ。最大画質でここはお見せいたしますよ。最大画質でね。いかがでしょう。一日中東京は雨。本当ですか。ああ、日が昇ってきた、日が昇ってきた。このちょうどこの岩と、この隙間から、ちょうど真ん中に今、太陽が。見えますかね？これ太陽ね、これ。いやー、なんとか起きれてよかったわ。日の出前に5時に目覚ましかけたんだけど、富山にいると、そうですね、海から太陽昇ってこないですね。立山の稜線から上がっていきますからね。沈む時は必ず海に沈むんですけどもね。真っ赤に燃えた太陽だからじゃなくてね、太平洋側はね、そうですね、日の出が海からなんですね。だから日の出も早いんだよね、富山よりも、ね、だいぶね。富山山の部分があるから日の出が遅いんだよね。そのおかげで私はいつも初日の出配信にね、間に合ってるんですけども。3000メートル分のね、ハンデをね、あるからね。ハンデというか、ハンデじゃないな。およく見えるよく見えるぞ。いいぞいいぞいいぞ。急に明るくなった。富山県民が暗いというのはそこにもあるかな、わかんないけどもね。立山連峰によって太陽の当たる時間が3000メートル分遅あの短いから。というのはあるかもしれないですね。太陽が昇ってまいりました。旅館じゃないですよ、ここは。まあ、日が出た後はもう逆光で何も映んないと思うけど。今だけですね、この素晴らしい景観が見られるのは。かつてこんなに素晴らしい日の出があったでしょうか。昔、私は、どうでしたかね。室戸岬でも日の出配信したけど、室戸岬はもう何もない、ただの海だったんだけどね。ここはね、橋杭岩というですね、地面の隙間にマグマが入り込んで、それが固まった後、隆起してむき出しになったものが風雪にさらされて、このようになった橋杭岩というですね、1400万年前のマグマの跡とですね、一緒に見るのはいかがでしょうかね。前の声見えてますか？いらっしゃい。
口の中の脳線取り出してきたらこんな時間になってた。今ちょうどいい時間なんですけども、おはようございます。日の出が今、日がちょうど昇っております。初見の方ありがとうございます。脳線って何ところで、え、和歌山どこさんって、これ和歌山ですよ。和歌山の一番南の串本ってとこなんですけども、1400万年まで生きてるわけないでしょ私。いいね、いや、大桑で寝てないですよ。道の駅のベンチで寝たけど。いや、いろいろさ、来る途中もベンチあったんだけどさ、どこもあの、蚊がすごくてさ、すぐ起きちゃうからさ、結局海の、結局橋食い場の目の前まで来ちゃったんだけどさ、結局ここでも、蚊に食われまくったんだけどね。ニット帽みたいなのって何？ニット帽に見えてんの？これ。全部岩ですよ。道の駅、道の駅、ちょっと画質落としますけども、ちょっと移動しますわ、少し。日がもう昇っちゃったから。うん、わし、傘をあっちに置いてきちゃった。うん、後ろはもうこんな感じで車がぶわーっと止まってる。だからだいぶ明るくなったな、これ。夜遅くわしこの辺うろうろしてたもん。どっかいいとこないかなっつってね。これより先に行っちゃうとさ、意味ないと思ってさ。なんてやわらちゃんに似た顔ねっつって。虫除け全然違うの。わし虫除けってのやったことないんだよ。虫除けってのをやったことがない。パソナの役員って何？光る巻きクソじゃないですよ。何ちゅうこと書くんですか。うわーうわー素晴らしい。お、光が差し込んできた。ちょっと待って皆さん、ちょっと位置変わりましたけども、もうちょっとこっちがいいかな。カツオのったラーメン美味しかったですね。びっくりしましたね。まさかまさかですね、あの昨日私ね、カツオラーメンっていうのを注文してですね、普通のカツオの出汁を取ったね、ラーメンが来ると思うじゃん皆さん。まさかのですね、カツオの刺身が載ってんですよ。見本の写真も何もなかったからさ、衝撃を受けましたけど。あれ、太陽が見えないじゃん。ちょうどいいね、ここがね、ど真ん中で。しかもね、中に梅干しの天ぷらが入ってたっていう、ね、和歌山ならではのラーメンだったけど。
それそうそう、だから刺身がね、あの生のやつを入れてスープが熱いから、あのたたき状態になる、うん、たたき状態になってた。であとかまぼこ1個とあのわかめがたくさん入ってネギも入ってって感じ。またもちろんだしもかつおだしなんでしょうけどもね。850円だったかな。結構いい値段してましたけどね。一体ねどんなラーメンが来るんかと思ったらですねでもこの辺はかつおも有名でしょうね多分ね。だって高知でかつお取れるんだから、すぐそこ高知なんだからね。あの向こうのなんか漁港みたいにどこから見てみるか、ツイッター見てください。いやよくあるでしょ、あのあごだしのラーメンとかさ、魚介系のラーメンあるじゃん。魚介系のラーメン、磯のカツオが乗ってくるんじゃなくて、カメラ小僧の皆様があそこを整列してらっしゃるんでですね、そこに私もね恐れながら参列したいと思います。そう、中華ダイニング論破、そこの先にと入ってダメでしょ、ここ。あもうね、こっちの方に来るとだいぶもう海が分かりやすい。キャメラマンがたくさんいる。あ、こっちの方が正解だったからね。こっちの方が良かったね。あっち干潮の方があんま良くない。こっちは海が海面が映っていい、ね、ちょうど。え、ライトアップもやるらしい。ライトアップいつやってんの。昨日の晩は真っ暗だったけど、でも月の明かりで結構ね見えてたけどね。やっぱこの水に映る系に日本人は弱いとねいうことですね。太陽が黄色に見えます。白かな、でもちゃんと見ると